サムラジカのことです、今ですね、講演会場に、到着してですね、準備をしております。経営者のための簿記入門講座という垂れ幕まで作っていただきました。で、こちらが私の、町の席ですけどね、侍の衣装もね、今日用意してきました。で、僕はね、プロジェクターとかちょっと使えないんで、板書ですね、こんな感じで書いてます、で、あらかじめこうやって裏面の方にもですね書いておいてね、くるくると回す形で、対応していきます。要するにいつもの授業と一緒ですね、こんな感じで、作っていきます、今日は14、15名の方ですかね、お越しいただけるということで会場のセッティングも、していただきました、受付がこちらですね。すごくね、いいお茶ですね。この佐島茶というですね、お茶の名産だということで、今日はこちらのお茶をですね、皆さんに飲んでいただくというようです。レジュメもね、完成しまして、受付も OK です。開始時間が19時なんで7時ですけどね。あと1時間弱で、公演スタートになります。感じです。はい、では、初公演でね、非常にワクワクしてきましたね。今日も、いつも通りやるだけですけどね、僕の内容ですからね、こんな感じで、やってきちゃってます。感慨深いですね。ちょうど1年半前ですかね、1年半前に、坂井俊夫さんのですね、講演を、聞きにですね、山形県の鶴岡市まで、週1回、通ったんですけどね、その時に非常にかっけえなと、坂井俊夫さんかっけえなと、いう眼差しでですね、僕は見てたんですけどね、いつかこうなれればいいなってね、思いながらね、ちょっと頑張ってたんですけどね、1年半後に、実現、いたしました、まだまだ今日は初公演ですから、ギャラの初公演ですからね、まだまだですけどね、これから少しずつ増やしていってですね、私自身が楽しんで公演をやるということをやっていってですね、どんどんリピート、もしくは新規の方につなげて全国公演化としても頑張っていきたいと思います。はい、では以上です。